向かってブーンってやってブーンってルカッティじゃん。仕方したしないでもらっていいですかね。全部フィギュアです、ね、これを今からボビーオフにぶち込むということですね。らしいです。あ、でもうちにあったのってこれだけ。そうかな。こっちはポケモンの指人形が入ってる。何この割れ具合。割れ具合ちなみに今僕の今これ撮影してる携帯液晶がバッキバキに割れてます。いくらで売れるんだろうね。総額、じゃあ総額はみんなで当てよう。5,000円、3,000円、12,000円。お前さっき1円してたろ。お前昨日からさわかんないよ。もしかしたら勝ちね勝ちねとか言ったら、もしかしたらわっこれは500円だな、こっちも800円だってなるかもしれないよ。勝ち持ってますよ。やばいやばい、ポテンシャル上げようと思ってる。じゃあ1万円で、1万円飛びました。あ、ちょっと邪魔なの。エース、ね、今だけエース。エース、今だけエースだって。こういったゴジラの人形もありますが、この汚れ具合からして1円ですね。はい。はい。皆さん、いとこの家に来ておりますが、これからいとこの漫画をね、たくさん売りに行きたいと思います。テニスの王子様があって。で、懐かしいですね。ヌーベイですね。いとこが子供だった頃に集めていた漫画ですね。悠々白書とか烈火の炎とか、まあこの他にもまだいっぱいあるんでね。ルローニケンシンだったりね。この思い出は全部、ブックオフにね売りましょう。前科あるんですよ、子供烈火。金は命より重い。漫画全部ちょうだいって。全部漫画、いやでもこれはね3万4万いくと思うよ。このエアギア思い出に残すか売るかどうしますか。これ売っていいよってこと。どうする。エアギア超面白いんだよな。そう、超面白いんだよ。超面白いんだよこれ。俺も持ってました。はい、これ売る。これは光の子 D グレーマン。 D グレーマン懐かしいですね。 D グレーマン、はあ、熱い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 。ディグレーマもね、そう、ディグレーマも売ります。200冊ぐらいあるのかな。200か300冊ぐらいはありそうな感じ。いやいっぱい入ってるよ、いっぱい。ふーんってきた。この辺なんか飛んでた今。ここの蚊だよね、今でっかい虫がいた。ずっとドア開けてたから入っちゃったのかな。確かにやばいね。さすがに俺も漫画売ったけどこんなには売ってないからね。いくらになるんだろうね。リアル4万、リアル4万。こちらレシートなんですけども、やばい、初めて見たこんなレシート。やばくない？超長い。まさかこんな金額になるとはちょっと思っていなかったですね。ということでね、あの大量の漫画買取価格がこちらです。7,670円。7,670円だよ。いや安すぎるでしょ。ほとんどが5円、中に100円とか200円がちょこっとあるだけで、古い漫画だったので、まあこんなに安くなっちゃったんだろうなっていう感じですね。ということなんで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。グッバイ。